こんにちは。今日はここにこのね大量の荷物が、届いてまして、これをまだ開封してなかった。めちゃくちゃある。一気にねもう開けてしまおうかなと思いまして、でどうせなんかこんなにめちゃくちゃ荷物があるんやったら撮影しようかなと思って、動画作ることにしました。もう一気にちょっと開けていきたいと思います。まずもう手に取ったこいつから、もうなんか自分でもね何頼んだかちょっとあんま分かってない。これ何が入って、見せてもやばそうなやつやったらちょっと見せないかもしれないです。そんなん頼んでないですけどね。あ、これはパナレーサーのイージーパッチっていう、まあパンクした時に、使うねのシールみたいなやつ、自転車用品。次これ開けましょうか。あ、帽子でした。帽子、今まで自転車とかに乗ってた時は黒のナイキのね帽子をかぶってました。ナイロン製のやつ、ナイロン製なんで、まあ、水とかに濡れてもすぐ乾きますし、結構素材が強い。でこれも同じように、多分ねナイロン製かポリエステル製かの、プーマのね帽子を買いました。UV カットが入ってます。せっかくなんでこれかぶりながら撮影しましょうか。何がせっかくなんかちょっとよくわからないですけど、あ、ツバはね結構ふにゃふにゃっすね。中にこう入ってて UV カットのタグが入ってますけど、あ、カットあるやん。あんまりねこう動画が長くなってしまう恐れがあるんで、今回もとか言いながらいつもなんか10分15分ぐらいの撮影しちゃってますけど、まあこんな感じで自転車に乗ろうかなと思ってるわけです。夏はね涼しそうで良さそうかなみたいな。じゃあ次これちっちゃいやつ開けます。これはこれはこういうリフレクターが入ってます。入ってました。メーカーが R250 っていう、まあこれも自転車メーカーです。おにぎりリフレクターっていうやつなんですけど、これを自転車の、まあ、後ろとかにね、取り付けれるような感じになってまして、まあ、反射板の役割になります。でこの中にねなんかライトとか入れれるようになってるみたいで、まあこの真ん中部分にねこう出てくるんで、こっからこう点灯させて使うっていうこともできるみたい。結構ね手のひらぐらいのサイズのでかさ、1000円ちょっとやったかなと思います。1200円ぐらいかな。おにぎりリフレクターのデラックス、ちっちゃい版も売ってるんですけど、ちょっと大きめのやつをね買いました。後ろに取り付ける感じでいこうかなと思います。あ、さすがにこの箱でおにぎりリフレクターしか入ってないとちょっとやばいなと思ったんですけど、さすがにまだ入ってた。これはリアライト、有名なやつだと思います。キャットアイのオムニ5っていう、リアライトです。電池で使えるやつ、LED でラビットっていう、多分なんか、リズムでこう点灯するみたいな感じかな。で120時間使えるみたいで、単4の乾電池2本必要になるみたいです。リアライト。じゃあ次これ、あと箱は2つになりました。これは容器入ってます。まずこれアリーナっていうメーカーのマイクロファイバータオル、これの、白を今使ってまして、あともう1枚、全然関係ないノーブランドのねマイクロファイバータオル使ってたんですけど、ノーブランドのタオル、水色のタオルなんですけど、
この間キャンプの時にね、ちょっと持って行ったんですけど、こういうやつ ACN ライトかな。結構ねでかい。このねゴムは割と便利なんですけど、ちょっとでかいんですよね。バスタオルまではいかないですけど、それぐらいのサイズ感がある。でアリーナ今回買ったのは黄色のタオルなんですけど、今まで使ってたのが白。これぐらいのサイズ、ハンドタオルよりちょっとでかいぐらいかな。割とこっちのねサイズの方が使い勝手よくてコンパクトにね、なりますんで、だからまあこのやっぱアリーナの方がいいかなと思いまして、これの黄色を今回は買い足しました。1500円ぐらいよ。じゃあ次行きましょうよ。次は小田福手袋っていうね、メーカーのノースリーブです。メッシュになってるねノースリーブ。まあ自分が自転車の動画でノースリーブの格好で走ってることまあ多々あるんですけど、そのノースリーブはだいたいこのオタフク手袋の、ノースリーブです。今まで1枚しか持ってなくて、あとはノースリーブまあ結構ね6枚ぐらい多分持ってるかなと思うんですけど、他のやつは全部ユニクロです。ユニクロのなんてやつだったかな、エアリズム、これかなと思うんですけど、まあ、これもね、結構使いやすい。1000円ぐらいかな1枚。まあでもやっぱなんかな、あの生地感もそうですし、なんか体にフィット感、自分の体にフィットしてるっていうか、まあなんか見た目も含めてなんか収まってるなって感じてるのがこっち。これあったかな、あこれは1枚しか今んとこ持ってなくて、あった、ここにありました。これオタフク手袋、なんかねこんな感じになってます。メッシュだから、メッシュなんでめちゃくちゃ薄いんですよね。正味こう透けるかなみたいな。だからこれをジムであのよく着てたんで、ノースリーブは。でもさすがにこのなんか透け感でジムに行くのはやばいかなと思って、まあ基本的にユニクロのね、あのノースリーブは買ってたっていう感じ。ただやっぱりなんかこう、ちょっと引っ掛けたりしたら、こうね、ほつれちゃいます、すぐ。もうだいぶボロボロになってきた。昔1000円ぐらいだったんですけど、今は1200円ぐらいは値上がりしてました。でも結構多分、自転車乗ってる人では有名っていうか、あの自転車のシャツってあると思うんですけど、サイクルウェアみたいな、それの下にインナーとして、着てる人もね多分めちゃくちゃ多いと思います。これのね M ですね、自分は。これは割とおすすめ。よし、じゃあ次、ほっ引っかかった、次はこれです。インスタ360の、下に取り付ける三脚だけの部分、ちょっと開けましょうか。インスタ360の自撮り棒を GoPro に取り付けて撮影することが最近はね撮影してます。うわすごいね、結構重たいですねこれ。うわ重たいわ、思ったより結構重たいです。何グラムあんねやろ。割ともう身近にいろいろあって便利。うわ 200g もあるわこれ。これだけで 200g もありますね、結構重たい。だから今 GoPro をこういう感じで、使ってます。今これ撮影してるのはまた違う三脚、ウランジっていうメーカーの三脚をね、スマホに取り付けて、やってるんですけど、これはあの下の部分が三脚になってないので、まあ、これを買うことで、まあ、こうねくるくるっと取り付けて、まあ、三脚にすることができますよと。でこれがすごいのが、あの三脚だけやったら割と安いやつも売ってるんですけど、多分伸びるのこれね、伸びるんですね、こうこれがすごい。だから結構
この自撮り棒もめちゃくちゃ長くなるんですけど、長くなればなるほどやっぱりこうブレるんで、こうね、こう長くなってくれれば、まあ、倒れにくいかなということで、一応これ買いました。結構ね高い、3500円ぐらいしました。これでもまあこれがあのカメラネジになってるんで、ここだけにこうね取り付けてこういう感じで撮影するっていうこともまあ一応可能ということで、まあ自転車関係の、ね、動画とか GoPro で撮影するときは、まあ、一応これとこれをこう使っていこうかなと。もうちょっとコンパクトかなと思ったんですけどね、結構重たいですね。多分この先とかが結構ねこうしっかりした素材、ここら辺はプラスチックなんですけどです。じゃあ次、うわいまだまだ入ってます。チューブ、シュワルベのチューブで、あ、これねバルブアダプターっていうんですけど、これ結構すごくて、チューブ、普通式のねチューブっていうのが使われてます。これなんですけど、スポーツチューブってね、なんか普通式の、専用のバルブなんですけど、これを取り付けることで、まあ言えたらあの車のタイヤの、バルブに対応してたりとか、普通式を A 式とかね、まああの英国の A、 それから米式、アメリカの米、まあいろいろな形のアダプターがあるんですけど、それに変換するっていうことができるっていうアダプターで、これをここにこう取り付ければガソリンスタンドの、タイヤ空気入れを自転車に使うことができたりとか、あとはその町の自転車屋さんの空気入れっていうのは基本的に米式かな、か、まあ、多分米式やったと思うんですけど、それも使えるっていう感じです。だからまあこれをねあの、ツール缶かに、忍ばしておくことで、まあ、そんなにねあのスペースも取らないんで割といいかなと。だからまあこれとこれと、あとはさっきのねこのシールパナレーサーのやつ、これは新しくこうツール缶に、ね、入れようと思って買いました。でこれがまたライト、さっきリアライトね、オムニ5っていうキャットアイのやつ紹介しましたけども、同じメーカーキャットアイの、これはヘルメットライト、ヘルメットの後ろに、取り付けるライトを買いました。これもはボタン電池かな、結構持つ、あのスローフラッシングってやつで550時間持つって書いてます。もうほとんど切れない、いるかなってめっちゃ悩んだんですけど、結局まあ買っときました。あ、でこれはメモリーカードあのメインチャンネルのね割となんかグダグダになった動画見てくださった方は分かると思います。なんでメモリーカードを買ってるか、予備でね、買っときました。じゃあ最後の箱、最後の箱はもう1個だけしか入ってなかったです。あ、ワイヤレスイヤホン、これはもう完全にね趣味っていうか、あ、自分のあのあれで買いました。欲しいから買いました。 USB-C でこう充電できるね、メーカーがどこやった、アンカーっていうメーカーの、あの自分、モバイルバッテリーかっていう、モバイルバッテリーもアンカーを使ってます。2つともね、100アンペア2つね。でこれはまた新しく、ワイヤレスマイク買いました。あの動画編集とか、あの最近 iPhone でね動画編集とかすることも、こういうサブチャンネルの動画とかは iPhone で撮影したりする、編集したりするんですけど、 iPhone とかってやっぱイヤホンジャックがないので、イヤホンが使えない優先のね、だからもうワイヤレスマイクでこうもう編集とかしようかなと。あとなんかオーディオブックみたいなの聞いたりとかね、なんかそういうので使おうかなと思って、筋トレとかするときにもね割と邪魔にならず使えるかなと思ってようやく買いました。昔持ってたんですけどね、安いやつを。よし、じゃあまあ以上です。こんだけね、いろいろ買いました。もうあとは多分入ってないと思うんですけどね。で、今回はそのこういうライト系、反射板系、あとそれと、ツール缶に入れる蛍光する系、まあ言うたらなんかこう
なんかあった時にトラブルに対処する、あれバルブどっか行ったけど、あった、対処するようなものを、まあ、ほとんどメインで、購入しました。これなんで、こういう風の、買ったかと言いますと、まだちょっとね、公表はしないでおこうかなと思いますけど、ある場所に夜中多分走ることになるかなと思います。夜中中ね、またね、オーバーナイトライドっていうのかな、なんかまたそういう系のことをちょっとね近々考えてますので、安全対策でね、こういうのをとりあえず今回は買いました。よし、じゃあまあ何分になったよ、もう15分になってますね。まあという感じで、ここまでまた見ていただいてありがとうございました。さよなら。これ